今日は輪郭整形するので、リゼンっていうところでするので、今日はそこで。今から喋る人は有名な人です。これがミアの最後の顔です。頑張りたいと思います。行ってきます。頑張ります。取ってきました。ここのなんかうわ、全部塗ってはるんです。全部なんけど、ここの横幅がちっちゃなった。自分でも分かった。ちょっと顔を折り返しました。ソーラーでプチラックス乗って抜粋に行きたいと思います。終わりね。着いたので今から CT 撮影をしていきたいと思います。今はめっちゃ晴れてるけど、だいぶ足になりました。とりあえずなんかまだ痛い。ちょっと痛い。もう耐えられるとするから、うん、大丈夫。今から抜歯をしていきたいと思います。こっち痛そう。
上下の上と上が OK ことです。よりきれいにしてみるか。もうちょい後ろにはい、突破じゃん。ああ、うまい。よろしいかな。いい顔させてる。よかった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 。今回リゼンの整形外科でしたんですけど、私の中の評価をしますけど、100点中私は100点です。リゼンでやってめちゃくちゃ顔がちっちゃくなりました。なんかあと髪の毛もなんか結べるようになった。なんかこうやって全部でこんな感じで結べるようになりました。でまず最初になぜリゼン整形外科でしたたかというと、韓国の友達に勧められました。最初になんか韓国の友達に聞いたんですけど、なんか輪郭で有名なとこってどこって聞いたら、韓国の友達がリゼン整形外科とどこどこなんか言われたんです。どこ忘れた、どこだったなんか言われました。ほんでリゼン整形外科行ってみたらめちゃくちゃ広いし、いっぱいなんかそこだけのじゃなくて3階2階1階とかもいっぱいあるんですよ、回数が。だからそれだけでかいとこやから、あ、これ有名や、よかったと思って、テレビにも整形番組にテレビにもいっぱい出てたり、普通のテレビ番組にも先生が出てるので、あ、めちゃくちゃ有名なとこなんよ、あ、みんなここでしようと思って、そういう感じでそこにしました。私は顔が長いのがめちゃくちゃコンプレックスやって、で顔が長いのと顎が広いのと、なんか顔がもうとりあえずでかくてコンプレックスやって、何にも言わんと、うん、こんな感じやろみたいな感じで言われたから、え、ミアが言いたいことすべて分かってると思うところをやろうって決意しました。写真と比べます。顔の大きさがだいぶ変わったと思います。ちょっとでもリゼン整形外科を入れてみたらどうですか。カウンセリングだけでもいいし、日本人の通訳指南もおるし、カウンセリングぐらい行ったらいいと思います。私は自分では満足したつもりなんですけど。